ラクヨンをあの曹操が抑えるのか。旦那様の留守に皆気が緩んでいたのかしら。あそこに芝一族の者がいるぞ。おい、絶対に撃ち漏らせ。資源と子孫が一人前なのは余裕らしくしてね。まずは子供たちの無事を確認しないと。この玉座の間も危うくなろう。おとなしくしてね。私に天命はないのか。そうそう殿、ここは我々が引き受けます。どうかその間に脱出を。お前たちの忠義感謝する。あとは任せたぞ。俺芝一族に貴様らの戦王など私は認めんぞ。旦那様に報告差し上げないと。いてもいなくても世話が焼けるのかな。